すいません。ん？いや、ああ毎度どうしたんだ。喉乾いてジュース欲しいけど、僕小さいお金ないです。悪いけど今忙しいんだ。そうですか。杜氏さんたちによろしく伝えてくれ。僕わかった、親父さんたち伝えるです。また行くよ。はい、毎度。親父の仇は必ず取る。亮さん。福さん、久しぶりに相手をしてくれないか。はい。手加減なしですよ。
ンマタンマ。いい攻撃だ。こいつはどうだ。あう、うん、久しぶりです、リョウさんと手合わせなんて。少し気持ちが落ち着いた。え、まさか何か手がかりが。中国人の組織に接触できるかもしれない。中国人の組織って、先生を殺した奴らですか。まだわからない。リョウさん、一人で乗り込んでいくつもりですか。あんな恐ろしい奴らを相手にするなんて。そうするしか他に方法はないんだ。気持ちはわかりますよ。でも危険すぎます。先生でさえ覚悟はできてるさ。でもリョウさんに万一のことがあったら、俺先生に申し訳が。心配ないよ。まさかリョウさん、そのためにいきなり稽古を。そんな。お願いです、考え直してください。もう決心したんだ、俺は行く。リョウさん。ミネさん、聞いてたのか。どうかおやめください、リョウさん。できない、そこをどいてくれ。お願いでございます。先生のご意志をお継ぎになり、道場をお守りください。俺には親父が人を殺すとは思えない。リョウさん、お待ちください。お渡ししたいものがございます。うん、親父宛ての手紙。先生がお亡くなりになった後で届いたものでございます。不吉な予感がして、リョウさんにはお渡しすべきでないと思い、今日までしまっておりました。中国語の手紙。でもどうして。これ以上危ない真似をしてほしくないからでございます。どうか亡くなられた旦那様を心配させるような真似は慎むと、いいねと約束してください。イネさん、どうぞ、イネと約束してくださいまし。わかった、約束するよ。きっとですよ。いつもありがとう。リョウさん、そういえばイネさんと何を話していたんですか。ああ。手紙ですか。中国語。まさか先生を殺した犯人じゃ。わからない。畜生、誰か中国語の読める人がいるといいんだけどな。
どうした？サングラスしたおじさんにサッカーボール取られちゃったんだ。お兄ちゃん呼んできたら返すって。なんだと？どこだ？そこの空き地。お前引っかかったな小僧。何？タトゥーショップでの礼をさせてもらうぜ。ほらよ帰ってろ。でも そこまでだ。くそ、このままで済むと思うなよ。大丈夫か？シェイシェイ、お兄ちゃん。シェイシェイってもしかして中国人かい？うん、僕コウブンかコウブンです。お兄ちゃんは？ハズキだよ。ハズキリョウ。ハズキのお兄ちゃんか。ああ、ハズキのお兄ちゃんシェイシェイ。いや、コウブン。ねえねえ、遊ぼう。ああ、また今度な。今はちょっと。あ、そうだ。確か、コウブンは中国人だったよな。うん。中国語の手紙が読める人を探してるんだけど。僕のおばあちゃんなら読めるよ。おばあちゃん？コウブンのおばあちゃんって。中玉って言うんだ。とっても優しいんだよ。どこにいるんだ？お店だよ。お店？何の？お皿とか売ってるの。ロ
シアっていう陶器屋なんだ。陶器屋ロシアか。お店の屋根が赤なんだ。行ってみるよ。ありがとう。いらっしゃいませ。失礼ですが、秀玉さんですか？はい、そうですが、どちら様でしょう？葉月と言います。葉月さん？ああ、そうそう、孫から、公文から聞きました。ありがとうございました。え？桜ヶ丘で助けていただいたと。ああ、そういえば。あの子ったら鼻を膨らませて言ってたんですよ。葉月さんのように強くて男らしい人になりたいって。そんな、俺は何も。ところで何か。ええ、この手紙読んでほしいんですが。あら、これは裏文字ですね。裏文字？ええ、でも左右が逆なだけではなくて、ちょっと特別な様式なんです。ああ、読んでもらえますか？ええ、いいですよ。鏡を狙う者あり、注意されたし、なお、緊急の場合は、賃貸人に助けを求められよ。主玄達。主玄達。賃貸人。あら、裏にも何か書いてありますね。天子父就刀郎提及母我答应。どういう意味ですか？父なる天、九つの竜、母なる地、我が友。ごめんなさい、よくわかりません。そうですか。でもこれは電話番号だと思いますよ。古い漢字の数字ですから。電話番号？ええ、0468の61の564。0468の61の564。わかりました。ありがとうございました。
しもし。父なる天。九つの竜。母なる地。我が友。第八倉庫だ。第八倉庫？お前誰だ？あのそちらは陳さんという方のお宅じゃ。手紙をもらったんですが。あ。第八倉庫か。すいません。ああ、りょうちゃん。あの、電話を借りていいですか？え？ああ、どうぞどうぞ。私のことは気にしないで。人の電話聞くほど、私は野暮じゃないよ。おばちゃん。ああ、りょうちゃん。第八倉庫って知りませんか？え？第八車かい？第八倉庫です。さあ、聞いたことないね。電話番号は分かってるんですが。ああ、それじゃあ、そこの電話帳で調べてみちゃどうかね。乗ってるかもしれないよ。ええ。六一。あった。六一。網浜町か。すいません。はいよ。網浜町ってどっちでしたっけ？網浜町？そりゃ港さ。港。おう。私は近頃は行ってないけどね。そこの大通りを右に行けばバスが出てるよ。網浜町って？そりゃ港だよ。バス停あるだろ。ありがとう。
らほら、有金全部出せってんだよ。ん？持ってないです。勘弁してください。あ？持ってねえ？ふざけんな。くらやめろよ。なんだてめえは。今だけ流行んねえぜ、カツアゲなんてよ。うるせえんだよ。え？おめえスカコのハズキか。ハズキだったらどうした。ビビってんじゃねえよ、こんなガキ。喧嘩じゃ負けねえよ。大したことねえな。ほら、やりましたね、兄貴。言ったろ、喧嘩なら負けねえって言う。やめろよ。なんだてめえは。今だけ流行んねえぜ、カツアゲなんてよ。うるせえんだよ。え？おめえスカコのハズキか。ハズキだったらどうした。ビビってんじゃねえよ、こんなガキ。喧嘩じゃ負けねえよ。ゴロさん、待ちやがれ。くそー、やりやがったな。いてえ、やっぱりついや。なんだよ。一つ聞きたいことがある。はい、何でしょうか。第八倉庫ってどこにあるか知ってるか。あ、はい。この道をまっすぐ行くと倉庫街があるっす。そこを右に曲がればあるはずっす。倉庫街を右に入るんだな。はい。じゃあ俺たちはこれで失礼します。ちょっと待った。関係者じゃないだろ。無断で入るんじゃない。他に入り口はないのか。窓が開いてる。足場がないと高くて登れないな。ここに何か手がかりがあるはずだ。事務所みたいだな。
下手に手をつけない方が良さそうだな。散らかすとやばいか。第八倉庫資料、ここに間違いなさそうだな。何か手がかりになるものはないのか。話し声だ。誰かいるのか。おい、この荷物の伝票、行き先がまた間違ってるぞ。あ、本当だ。あれだけ間違わないでくれって言ってるのにな。ちゃんと旧倉庫が行きって書いてあるのに。どこ見てんだか。悪いけど、向こうの第八倉庫に連絡してくれる。わかりました。ここの他にも第八倉庫があるのか。よし、旧倉庫街を探してみるか。はっ。入っちゃダメだって何度も言ってるだろ。どうやって入り込むんだこの親父は。不思議だよな。どうかしましたか。ん？お若いな。今日は冷えるの。缶コーヒーでもおごってくれんかね。
はい、もしもし。まずい。ん？何の音だ？ん？気のせいか。はい、もしもし。危なかった。よし、今のうちに。ん？何か書いてあるな。第六倉庫。ここは違うな。警備員か。見つかると面倒だな。誰だお前は。待て。ほら、何やってんだ。もううろちょろすんなよ。仕方ない、明日で直すか。あった。ここが第八倉庫だ。誰だ？
待ちなさい、起床。陳大臣。陳大臣。君が電話をしてきた若者だね。はい、葉月亮です。この手紙に緊急の場合には陳大臣に助けを求められよと。拝見してもよろしいかな。はい。間違いなく主の筆跡だ。しかし手紙が届くのが遅かったようだな。はい。その主玄達という人と親父とはどんな関係が？主と君の父上が中国からある鏡を持ち出したと聞いている。鏡？あの男が持ち去った。男が持ち去った？はい、親父を殺した蘭亭という男が。蘭亭？知ってるんですか？いや、詳しくは知らぬが、私有門という組織の幹部でそのような名の男がいると。恐ろしい憲法の使い手と聞いている。そういえば見たことのない憲法を使っていました。ならば間違いあるまい。どういうことです？教えてください。なぜ親父が。こんなガキに関わるのはやめてください。父さん。父さん？そうはいくまい。主が私に頼れと言った男の息子だ。でも。奪われた鏡は一枚か。え？奪われたのは一枚かと聞いている。はい。竜の模様の石でできた。ならばもう一枚ある。確か鳳凰の鏡だ。鳳凰？中国の伝説の鳥、命を司る鳥の名だ。その鏡がうちに？鏡を探し出すのだ。話はそれからだ。わかりました。また来ます。これからは事前に電話で連絡したまえ。合言葉を忘れぬようにな。あの、イネさん。はい、何ですか？いや、あの日のことだけど、何か思い出したことはないかな？いいえ、思い出したくもありません。今でも恐ろしくて。そう。あ、福原さんが探しておりました。え、福さんが？大切に使わないとな。福さん。あの、リオさん、俺。どうした、福さん。すんません、俺、イネさんに喋っちゃいました。何？リオさんが今、何をしてるのか、知ってること全部。なんだって。俺、
黙ってるなんてできません。イネさんだけ何も知らないなんて。福さん本当すんません。いいんだ。それより福さん、鳳凰の鏡って知らないか。鳳凰の鏡。親父が持っていたかもしれないんだ。いえ、先生からは何も聞いてないっす。そうか。イネさんなら何か知ってるかもしれませんね。ああ、イネさんに聞いてみるか。あ、イネさん。福原さんのお声が大きいものですから。え？先ほどのお二人の話を聞いてしまいました。さっきの話を。はい、私が悪うございました。あ、そんな。いいえ、涼さん、葉月家の男子に危険を避けて通れなどと、どうして私などが言えたのでしょう。旦那様にも顔向けできません。イネさんすまない、心配ばかりかけて。リョウさん、実は一つ思い出したことがあるのですが、お役に立つかどうか。え？あの日の少し前のことです。旦那様が骨董屋に何かを預けておいででした。親父が何を。それが何であるかは、ただとても大事なものだと。骨董屋。ごめんください。お、どうです、良い音でしょう。町長夫人が特別に作らせたものです。ほら、マダムバタフライ、ご存知の。お宅、葉月先生のところの。ああ、これはこれは、この度は先生が飛んだことに。ああ。ああ、先生に頼まれてたものがあるんです。どこだっけな。あ、そうだ。大切なものだから、ここに。先生から磨き上げてくれとお預かりしたものです。親父から。葉月家の跡取りが18歳になられた折、代々受け継いでおられると伺っております。
親父。私でお役に立つことがあれば何なりと。先生には随分とお世話をしていただきましたので。何か他にも預けていませんでしたか？他とは？宝鏡という鏡とか。鳳凰の鏡、心当たりはありませんな。そうですか。ありがとうございます。いらっしゃいませ、葉月くん。これを。葉月くん、またね。いらっしゃいませ、葉月くん。これを。葉月くん、またね。まさかあんたたちも乱亭の仲間だったのか。だとしたら。これ以上やっちゃお前のボディーガードとして失格になる。ボディーガード？親父に頼まれたのさ。何？そう怒るな。お前には生きていてもらわないと困るんでな。どういうことだ？お前はまだ自分の立場を分かっていない。鳳凰鏡が乱亭の手に渡ったら、あの男に逆らえる者はいなくなる。早く鏡を見つけ出すんだ。
奴らが気づくよりも先にな。ダンテ様、ほうきょう。フクさん、なんすか？骨董屋でこれを受け取った。刀の鐔ですね。ああ、親父の形見になってしまった。そうっすね。見覚えないかな？例えばこの模様とか。多分家紋っすよね。稲さんに聞きました？いや、まだだ。じゃあ聞いた方がいいっすよ。そうだな。確か仏間にいましたけど。わかった。骨董屋でこれを。その鐔は。イネさん、何か知ってるのか？雪輪に二つ星に一つ剣、葉月家の紋所でございます。お探し物に何か関係があるのでは？旦那様が導いてくださっているように思えます。雪輪に二つ星に一つ剣。ありがとう。どこの鍵だ？
なんだろう、この鍵は。何かに使うかもしれないな。この形は、なぜこんなところに。よし。ん？何の穴だろう。よし、開いた。この刀は。なぜこんなところに。一体何の穴なんだ。傷ってわけでもないな。
何か仕掛けでも。よし。お、こんな仕掛けがあったのか。一体どこに通じてるんだ。明かりがないと無理か。何か入ってるな。服、うん、なんかのお守りか。あまり見かけない形だな。もしかすると日本のものじゃないのか。電球をはめれば明かりがつくかも。これであとはスイッチを入れれば。若い頃の親父か。隣にいるのは誰なんだ。なんだ、棚を引きずった跡か。
ん？あそこの壁、微妙に色が違うな。ん？音が違うな。ここか。この斧なら壁を壊せるかも。これは葉月家の家紋。この箱は あった。これが法王教か。鏡が見つかったんですか、リョウさん。これが法王教っすか。俺、なんか怖いっす。引き込まれるような気がする。リョウさん、やめてくださいよ。これ、まさか呪いの鏡じゃ。俺は、そうは思わない。え？なんか感じるんだ、うまく言えないが。ほら、そういうのが一番危ないっす。もう、リョウさんの魂が。福さん、真面目に聞いてくれ。俺は大真面目っす。もういい。ちょっと、一人で考えさせてくれ。あ、はい。この鏡を、陳大臣のところへ。もしもし。父なる天。九つの竜。母なる地。我が友。第八倉庫だ。陳大臣をお願いします。失礼ですが、そちらは。葉月と言います。お待ちください。何の用だ。ああ、鏡が見つかった。親父に伝えておく。第八倉庫に来い。わかった。
ああ、君。すいません、陳大臣に会いたいんですが。お名前は？葉月と言います。ああ、それなら伺っています。どうぞ、お通りください。これが法王教、まさしく幻の灯火緑石。乱帝はなぜ竜教だけを？父上が鏡を2枚とも持っていたとは知らなかったのだろう。2枚の鏡。かつて修験達が私に語ってくれた。竜と鳳凰が出会いし時、天と地の扉が開かれ、蚩尤が大地によみがえるという。蚩尤、この世のすべてを食らい尽くすという中国の伝説の怪物だ。乱帝は2枚の鏡を使って何かをやろうとしている。一体何を？それは私にもわからん。しかしその鏡は手放してはならん。気づかれぬよう注意しなさい。見つかったらお前の命はないということだ。ん？くしゃーくしゃーくしゃーしまった。おのれ！2枚、乱帝様喜ぶ。しょう。そうか、ハツキ、そのボタンを押せ。しまった。覚えてろ。助かりました。マッドエンジェルスの手先でしょうか？マッドエンジェルス？俺たちと対立関係にある組織だ。薄汚い連中さ。あれは蚩尤門の息のかかったものだろう。蚩尤門だって？蚩尤門とマッドエンジェルスはつながっている。おそらく彼らが乱帝を手引きしたのだろう。じゃあマッドエンジェルスを探れば乱帝にも。いや、やつはもうここにはいないだろう。乱帝はどこへ？おそらくすでに香港へ。香港。頼みがあります。頼み？何かな？行かせてください、香港へ。行ってどうする？乱帝を見つけ出す。そして。やめろ。お前では乱帝には勝てない。なんだと？やめなさい。俺は親父の敵を討ちたいんだ。ふん、ご立派なことだな。だがお前に勝ち目はないぞ。じゃあお前ならどうするんだ？もし目の前でこの人が殺されても黙っているのか？お願いします、香港へ。悪いが協力はできない。行くぞ、貴将。待ってください、陳大臣。命を粗末にするものではない。蚩尤門ですか？で、乱帝は？香港に向かったらしい。
香港。香港は無理か。大切に使わないとな。